とはいいらしいですね。そうですね、体にいいですね。さあ3勝3敗の佐田の富士と4勝2敗の徳信鵬、今日ね、まあ、重量対決とか見応えはありそうですが、絶対遅いですね、この対決勝負は。遅い相撲、長い相撲になりそう。なんかそんな気してないですか。お互いでも徳信鵬絶対先に手つきますよ。つくっすね。そこはつく。つきます、はい、絶対つくっす。大きな体でしんどくないですかね、先つくと。うわ、僕らはしんどいと思うんですけどね。佐田の富士なかなかつかないですもんね。つかないですね。つかなかったな、俺の時も。徳信鵬って左四つですよね。ついて左じゃないですか。四つ相撲ですか。抱え相撲ですかね。抱え相撲っていうのがあるんですか。もうつきたいでしょうね、これ。あ、ついてますね。はい、佐田の富士はつきながら左四つになりますもんね。徳信鵬こうなっちゃったらもう下がっちゃいますね、顎上がって。やっぱりその自分の体重を生かしてないですもんね。やっぱり後ろ下がったらやっぱりその体重がマイナスになっちゃうんですよ、ね、後ろ行っちゃうですもんね、うん、もう止まれなくなるんですからね、やっぱ体重で。信号は引き押し。